三重県の、MNU と書いて、これは犬さんですかね。ありがとうございます。女性の方です。こんにちは。いきなりだけど、てん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 。息苦しくないですか？かっこ笑い。みぞちゃんっていつ息をしてるんだろうっていうぐらいに話し続けてるから、まるまるまる、かっこ笑い。それだけなんだけど、ということなんですけどね。はい。苦しいですね。はい。常にみぞという人はですね、沈黙が嫌いなんですよ。こういうなんか。はい、こういう間ですね。こういう、ちょっとした間がすごく嫌いなので、もうとにかく間を縮めようと思って喋るので、息ができないので、いつもこのラジオが終わった後は、はぁはぁ言っております。じゃあ、ここで深呼吸をさせてください。はい、大丈夫ですね。落ち着いてこれで、はい、今日も眠れると思います。はい、ありがとうございます。続いて北海道のタケさんからです。ありがとうございます。みぞおちゃんに質問があります。以前、松浦彩ちゃんに嫌われてると言ってましたが、その後、友達になりましたが、教えてくださいということで、これだはい松浦彩ちゃんにね、嫌われてるって全然、あややはね、みずほのことが大好きなんだけど、ゾーンの他の3人が、嫌われてるっていうのを、なんか、みずほがちょっと話しかけたら、なんか、ちょっと引いてるみたいなね、彩ちゃんは。そんなことないと思うね、多分声が大きいから、ちょっと離れて聞いてるのかなって思ってるだけなんだけど、この間もね、でもね、その後ね、進展はあったのよね。番組でそういうことを告白して、藤井さんが出てる番組でね、やったんですけどね。まあ、それから仲良くなって、この間ちょっと TBS さんの方で、なんか収録がね、たまたま松浦さんと、こう、ゾーンさんという感じになった時に、あややが、楽屋に挨拶しに来てくれたんですよ。おはようございますとして、私は、あややと言って手を振って、こう、抱きついて二人を抱き合って、会いたかった会いたかったよかったと言ってね、もう、今ではとても親友ですね。このことは、三人には秘密なので、みんなも秘密にしてくださいはいということでね、そろそろもう喋りすぎだという感じですよね。感じなので、OK サイズが出てきたと思いますが、でもね、まだ読みたい。まだ読み切れない。やっぱりやめません。はい。神奈川県のゆうすけさんからですね。ありがとうございます。俺は野球部を辞めてギターに専念したいと思っています。でも、一度もギターに触ったこともありません。少しまずいでしょうか？はい、これは、だいぶまずいですね。はい、はっきり言って。で、野球、ギターに専念するのはいいと思うんですけど、でも野球をね、やめることはないね。野球部ってことは今まで野球やってたんだから、一度も触ったことのないギター、もしかしたらね、合ってなくてすぐ嫌だって思うかもしれないけど、野球部をやめるんじゃなくて、野球部もやりつつギターもやって、その中でこう両立してって、こう、ゾンビたくね、学校とね、こういう好きなことを両立していって、その中でもやっぱりギターを触る時間もなくて、野球にも集中できないとか、そういう時になったらやめてもいいけど、この人もみずほみたいにね、思い切ったらやるタイプなんだね。少し落ち着いてはい頑張ってくださいね、ゆうすけくん。はい、ということで、次に行きたいと思います。岩手県の泉さんです。ありがとうございます。みずほちゃん、こんにちは。僕は友達二人とバンドを組んでいて、最近本格的に活動を始めました。ところが、僕は腰を壊してしまい、自分のパート、過去ドラムができなくなりそうです。まだメンバーにはこのことを言ってません。やはり正直に言うべきなのでしょうか？それとも隠してこのまま続けるべきでしょうか？みずほちゃんならどうしますか？ということで、深刻ですね、この悩みは。本当に。みずほちゃんならどうしますかって。みずほの場合ね、腰が痛かったりとか、あとは指が痛かっただけでもね、ちょっとした擦り傷をしただけでもメンバーに言うので、痛い痛い痛いってね。だけど、この方はね、そういうタイプじゃなくてね、本当に真剣に悩んでて、腰を壊してしまって、そっか、ドラム結構腰に来るのかな。ね、でもこのまま隠して続けるのはやっぱり良くないから、メンバーに正直に言ってちゃんと考えてね、もしかしたらやっぱり音楽が好きでバンドやってくるんだったら違うパートっていうね、ドラムがやっぱり好きなのかもしれないけど、でもちょっと違う無理のないねパートをやってバンド活動にできるのかもしれないし、隠すのは良くないし、体的にもいきなり行っちゃうと思うよ、多分いきなりある日突然ねすごいことになっちゃうから、そういうのはちゃんと抑えて、しっかり自分の体のことを考えてあげてください。だから、まずはね、一日も一秒でも早く、バンドのメンバーにこのことを打ち明けてください。頑張って背中押そうか押してほしいって、分かったよポン頑張れよはいということで、次のお便り行きたいと思います。岐阜県の健太さんからです。ありがとうございます。16日の放送で相談に乗ってくれてありがとうございました。いえいえ。学校やめようと思った理由は、眉毛が剃れないし、髪を伸ばしちゃいけないし、かなり厳しいのでやめようと思いました。こんな理由じゃダメですかね？はい、ダメですバイバイダメですよダメですよ、これはね、本当にダメ。学校を辞める、眉毛とか髪とかそういうのはね、みんなやりたいんだよ。髪の毛を染めたいとかね。
眉毛剃りたいとか、あのスカート短くしたいとか、でも、それは我慢しないとね、みぞなんかはね、もうスカートやっぱり、スカートとかこう折ったらやっぱり注意されるわけでしょ、なんか、何回もされていくうちにね、されるのがバカらしいって思ってくるのさ。だからみぞはもう学校でもスカート長くてもね、もうすごく長くて膝も隠れてるし、もう校長先生にもこの間褒められたんですけど、まあそんな感じで、なんか校則はね、守った方がいいよ。なんか、今だけだからどうせ。高校卒業とかしたら自分の好きな風にできるから、今言われたことをちゃんと守れるようになってこないと、こう社会に出た時にはね、いろいろ苦労するよってよく先生にこう言われます。だから頑張って、お互い頑張っていこう。学生同士ね、眉毛が太くてもかっこいいって、髪が短くなってかっこいいってね、まいこちゃんね、髪短い方がタイプって言ってたからね、健太いいかもしれないよ。アドバイスになってないけど、でも頑張って、やめちゃダメだよね。じゃあそろそろ喋ってきたので、じゃあここら辺で締めたいと思います。いつからか氷になってきましたが、あの皆さんのメールで締めたいと思います。ではこのメールで、今日は千葉県の K さんからです。雪は食っても食われるな。はい、